皆さんこんな悩みはありませんか？つい食べ過ぎてしまう。何かしら運動しないといけないけど、自分に合ったちょうどいい動画がない。いろんな動画見てやるけど、どれも自分にはきつい。でも毎日運動しなきゃ、やらなくなってめんどくさくなってしまう。そういった方でも、簡単に痩せることができる。代謝が上がって、脂肪燃焼効果が上がって、体が冷えやすい人にぴったりな運動メニューを紹介します。スマホ持って7秒動くだけです。見ながら一緒にやってみてください。スマホは持ったままやりましょう。まずは右ももを持ち上げて7秒キープ。スタート。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒です。1、2、3、4、5、6、7、真横に上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒です。1、2、3、4、5、6、7、今度は右足を回しましょう。1、2、3、代謝上げていきましょう。4、5、6、7、反対も一緒。1、2、3、4、5、6、7、今度は膝を後ろに曲げましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対足も1、2、3、4、5、6、7、右手を後ろに伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒。1、2、3、4、5、6、7、今度は手を上に上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒。1、2、3、4、5、6、7、今度は前に伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、今度は持ったまま体を振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、今度は左右に揺れましょう。1、2、3、4、5、6、7、足開いて膝曲げて腰を動かしましょう。1、2、3、4、5、6、7、今度は体を横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、かかとを上げたままで左右に動きましょう。1、2、3、4、5、6、7、両膝曲げてお尻を振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、
足を縦に開いて前後に揺れましょう。反対も一緒です。揺れましょう。膝を軽く曲げてぴょんぴょん跳ねましょう。1、2、3、4、5、6、7、ももを高く上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、足を伸ばして高く上げましょう。これを毎日行うことで痩せる体質が作れます。やってみた人はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。